ぞ。なんでや、なんで団長がこないなところでくたばらんとならんのや。フィーのことをことづけていたのも覚悟してのことだったのだろう。刀身バルデルとの相打ちならば本人も満足しているに違いあるまい。だがやれやれ、間に合わなかったか。あんたは確か工房の人間やったか。我が工房の S ウェポン、ごひいきにしてくれて感謝している。これは提案なんだが、近くに偶然あるものがあってね、うまくいけばルトガー殿をよみがえらせることができるかもしれない。あんた何を。はあ、うさんくさいと思うなら正座に話を持っていくだけだが、定員は一人。さてどうするかね。うまくいって何よりだ、ルトガー・クラウゼル殿。状況は分かっているようだね。ああ、どうやら俺は選ばれちまったらしいな。大いなる力のかけらの一つ、紫のゼクトールの乗り手に。いや、あんたのせいでそう仕向けられたというべきか。もともとあんたのところはうちと星座の両方に武器を下ろしていた。それ自体は構わねえが、バルデルとやり合ってる時にどうにも不思議なことがあってな。どうして俺もバルデルも三日三晩戦い続けられたんだ。加えて俺らがやり合った場所のすぐ近くに眠っていたこいつ、どうして俺らがそこを決戦の場に選んだのかいまいち思い出せねえ。なあ、あんた、俺らをはめやがったな。よこせ、よこせ、我のものだ、その魂のすべて。毎晩毎晩よくぞ飽きぬものだ。まるで妄執の塊、バリマールと比較するもおぞましい。灰など所詮単なる一気、我の一部となるしかないクズ鉄よ。受け入れよ、獅子の心を持つ者。貴様こそ我が乗り手にふさわしい。ドライケルス。あ、白金の己、まあよい、決して逃さぬ。たとえその魂が違う器に宿ったとしても。ドライケルス、今のは。久しいな、リアンヌ、あの頃のまま。いや、美しさに一層磨きがかかったようだ。褒めても何も出ませんよ。私のことはロゼから。ああ、お主の復活、人知れず帝国を離れたことも聞いた。悪情な娘だ。互いに添い遂げる誓いを捨てるとは。私の思いはいつでもあなたのもとにありました。イブリンとのお子たちも健やかに育ち、多くのお孫にも恵まれているとか。子をなせなくなった私には
それを見届けられただけでも本望です。リアンヌ、さあ話してください。先ほどの名城しがたき闇について、いつどうしてあんなものに取りつかれたのです？僕はゲオルグ。もともと姓は存在していない。工房長に選べと言われてグノームから G を取るだけにした。イニシャルが GG だとくどそう。ただそれだけなんだけどね。工房から出た時に記憶はフェイクと入れ替えた。それはそれで悪くなかったな。小説の登場人物になったみたいで、無意識で工房と定期連絡を取りつつ、生ぬるい平和な友人ごっこに浸る。そういえば結社の白面から盗み出した暗示技術らしいけど、うん、悪くはなかった。あくまでただの夢としてはね。クローをよみがえらせたのだって知性として効率を重視したからさ。工房長には嫌味を言われたけど、総国にふさわしい候補には違いない。そう、理由はただそれだけだ。アンの扱いにしたって、カレージャスの保険にしたってね。よしよし、いい子ね。優しい顔立ちは君にか。俺に似ずに何よりだったな。それはそれでモテて大変かもしれないが。そうですね、あなたにもちゃんと似ていますし、あなたに似て鈍感なところがあると、この子も周りも大変そうですけど。ん？そういうところが愛おしくて大好きということです。気をつけて、あなたお役目頑張ってくださいね。ああ、行ってくる。ガシャ、それにディーンも。あれから180年、彼が世に出て30数年ですか。素敵な奥方に健やかなお子、もう心配は不要のようですね。ですが、かの闇は消えていないはず。あの方からの誘い、改めて考えてみるとしましょうか。まったくもう、相変わらずなんだから。まあ、どんな研究か知らないけど、あなたなら間違いないでしょ。でも週末には戻ってきてね。アリサや父さんが寂しがってるわ。ああ、分かってる。愛しているよ、イリーナ。何をやってるんだろう、僕は。妻や娘を放っておいて、こんな兵器の構想を練って、最近妙に頭痛がするし、いつの間にか寝ている時もあるな。RF のクリニックに診てもらっても特に異常はないみたいだけど。パンツァーゾルダ、画期的な発明にはなりそうだな。博士が卒業論文として認めてくれるかどうかはわからないけど。卒業論文？どうしていきなりそんな。僕は、私はここから去ろうとしているのか。ああ、そうだ。目覚めるがよい、フランツ・ルールマン。すでに王は手に入れた。あとは下僕の王座を揃えるだけだ。
己の使命を受け入れるがよい。失礼します、フランツ・ラインフォルト様。ミクラウヘビが執行者ナンバーナイン、国士聖域と申します。ノバルティス博士と契約された研究成果の引き取りに参上しました。フランツ様、十三工房に属されている。ああそうだ、いやそうではないな、それは仮初めの名だ。私の真の名は他にある。千年にわたり受け継ぎし、大いなる存在の下僕としての名が。何を。ちょうど潮時だ。君が訪ねてくれて本当によかった。研究成果の引き渡しは拒否する。では存分にやり合うとしようか。思えば数奇な人生だった。北部の地主の家に生まれながら雪崩によって家族を亡くした少年期、縁あってユミルの男爵家の世話になりつつトールズ士官学院に入ったこと、大勢の友を得つつ任官し上官や後輩たちに恵まれたこと、みそじを過ぎて彼女と出会い生やされつつも祝福され結ばれたこと、その間もその声は折を見てささやきかけてくるのだった。ようこせ、ようこせ、我のものだ、すべて。ああ心地よい。誰にも相談できず心の奥底に封印し続けてきた声、結婚後息子を授かってからほとんど聞こえなくなり安堵していたが、最悪のタイミングで再び語りかけてきたのだった。よかった、あなたが無事で。お願い、どうかどうかあの子だけは。どうしてだ、アランドール。母さんが、息子が何をした。襲うなら俺を襲えばいいだろうが。女神よ、いや悪魔でも何でもいい、この身がどうなろうと構わないから、俺たちの息子を助けてくれ。その言葉を待っていたぞ、ドライケルスよ。200年待っていた。今度こそ灰ではなく我が乗り手となるのを受け入れるがよい。さすれば幼子の命は助けてやろう。貴様、貴様が全てを。いいだろう、この魂と肉体貴様にくれてやる。代わりに息子をリーを助けろ、黒の騎士イシュベルガー。